こんにちは、ウエスト加藤です。今日はですね、ヒルサウンドの BTR スツール、こちらをご紹介したいと思います。ヒルサウンドというのがメーカー名なんですけれども、もともとカナダの、クランポンやゲーターを作る、まあ、割とシビアに、使われるこうクライミング用品というか山岳用品を作るメーカーなんですけれども、こちらを考えた山で使いやすいチェア、スツール、こちらレビューしていきたいと思います。まず BTR スツールなんですけども、 BTR の略が、ベターザンロック。イメージとしては、岩に座るよりこっちの椅子の方がいいよって意味合いのようで、その山岳用品を作るメーカーなので、山で、今までこう休憩するときに必ず、腰掛けるところがないときは岩に座ってた人たち、それが皆さんこれを使ってもらった方がいいんじゃないかっていう提案だそうです。でまず収納サイズから、7.6、ちっちゃい方がいいですね、 7.6×7.6×29cm。 7.6 というのがここですかね。この幅が 7.6 の、こっちも当然同じく 7.6 で、長さが 29cm、 こう足が収束します。これまたやってみますけども、短くなる。商品パッケージこんな感じですね。で大きい方、17の方も、7.6 の 7.6、ここは同じで、ここは同じで長さが違うという感じですね。使用サイズ、今出てますけれども、最初座面ですね、 30.5×28×36.5、 こちら 33.5×33×45、ですね、結構座面は数字以上に大きさの違い感じますね、こうやって見ると。ただ座り心地としてはそんなに小さい方でもちっちゃくて、こうお尻がはみ出す感じではなかったので、収納サイズとか軽さで選んでもらえばいいのかなという気もします。でですね、座面の高さ、コンパクトなチェアなんですけども、意外とこの36と45って高めです。一般的なローチェアって、大体座面高が30センチっていうのが多いんですよね。スノーピークのローチェア30とか名前になってますけども、なんで小さい方でやってもそれも6センチ高くて、こっちの17のサイズになると45センチまであるんで結構高め。でも普通の、ラウンジチェア、ディレクターチェアよりはちょっと低いので、テーブルとの組み合わせ、もしキャンプで使う場合でしたら、普通にローチェア、ローテーブルの方が相性がいいのかなと。ローテーブルはだいたい地上高40センチぐらいのものが一般的なんで、この辺に来ちゃいますけどね。ただ普通のハイテーブルになると座面高70になる、天板が70になるんで、ちょっとこうこの辺に来ちゃうようなテーブルが高さになってくると思うので、合わせるならローテーブルか、もしあれば高さ50センチぐらいのミッドテーブルとかの高さがあれば一番おすすめかなと思います。で、気になるのはやっぱり重量ですね。やっぱ軽いです。14の方が 357g、 大きい方でも 399g。あとはかなり軽量なチェアなので、耐荷重気になりますが、110キロと十分あります。よく言われるのが、110キロの耐荷重で、110キロの人が座ったら壊れちゃうのって聞かれるんですけど、実際腰掛けると、両足の方にも体重分散されるので、実際耐荷重と疲れ方の体重っていうのはイコールではないので、そっと座ってもらえれば、それ以上の重量がある方でも、大概は使用できます。ただ座面の破けたとか、どうしても普遍的なものではないので、軽い方よりは消耗が激しくなって、壊れるまでの寿命がちょっと短くなる可能性はあると思いますが、いきなり壊れるという意味ではないので、ご了承ください。はい。で、気になるのが他の商品との比較なんですけども、三脚チェアって結構一般的なのはこういうよくあるもので、これはキャプテンスタックの三脚チェアですね。これですかね。これはポピュラーな感じなんですけど、大きさもだいたいそんなに変わらず、ちょうどこっちの14との中間ぐらいですかね。真ん中ぐらいの大きさになるんですけど、高さとか。お値段が実は10倍ぐらい違います。三脚チェア、こちらキャプテンスタックの方が900円ぐらいで販売されていて、こちらの、BTR になりますと、大きい方で9680円と、小さい方でも8580円。
だいぶお値段の差があって、まあ、10倍ぐらいですね違いはあるんですけども、やっぱり材質ですよね。あのこっちはアルミの材料を使ってて、まあ、大変軽量になってます。あの耐荷重はこちらも70キロとか十分あって、あの座った時の挙動的には、まあ、こっちの方が数値高いんですけども、キャプテンスタックのチェアの方もあのメーカーさんと合わせると、あの耐荷重の数倍の実際には荷重をかけてテストしているということで、あのこっちの方がすごく貧弱というよりは結構余裕を持って少なめに、まあ、あのお値段からしてたくさんの方に使われるチェアなので、あまりスペック的には無理な数字を出さずに余力を持って販売しているということなので、実際の強度はそれほど変わらないと思います。やっぱり材質のスチールと後でご紹介するギミックなんかの違いでお値段だいぶ違います。まあ、1キロと 399g なので、やっぱトレッキングなどに使われる、まあ、そういったものを目的にしているメーカーなので、そちらの目的であればやっぱり BTR スツールおすすめになるかと思います。こっちもまあ普通にキャンプとかバーベキューで使うにはだいたい1000円以下で買えるチェアなので全然おすすめです。ではですね、ここからが、この BTR スツールの一番の特徴であるファントムロックについてご紹介したいと思います。小さい方が分かりやすいですかね。あのパッキングサイズはさっきの29センチとか出たんですけど、実際これは収束した状態でこのサイズになります。で、まあ、こういった収束用タイプのチェアっていうのは今までも若干あったんですけども、この秀逸な点、優れた点っていうのが、まあ、当然この状態で収束すると、まあ、椅子いきなり縮んじゃんで危ないですよね。これはロックされてます。で、従来のもと同じく基本的にはラチェットボタン、こうポッチが、金属のポッチが出てて押しながら戻すっていうのが、まあ、よく、まあ、チェアであっても、まあ、タープポールなんかでもありますけどね、ラチェット式っていうのが多いんですけども、これラチェット部分は外側に見えないです。で、どこにあるかというと、 GoPro で見ても分かりづらいんですけど、この三脚の3つがトライアングルしてる部分の中央、ここにちょっとピカッと一瞬見えたやつなんですけど、ここですね、ここに隠されてます。で、それがちょっと指では押せない位置にあります。どうやって押すかっていうと、これを収束してまとまえるとこの状態で今押されてます。これでラチェットが押されているので、ロックがフリーになっているので、束ねると稼働するようになります。で、伸ばすとまたラチェットが飛び出して、これを開くとラチェットが解放されるのでロックが引くと、この手早さがやっぱりすごいです。やっぱり軽いチェアっていうとやっぱりヘルノックスがやっぱり有名で、まあ、チェアゼロなんかだともっと軽くて、まあ、こっちでも普通の通常のチェアワンで1キロぐらいあるんですけども、チェアゼロなんかになると 500g ぐらいで運搬できるんで、まあ、こちらと100g ぐらいしか変わらないものもあるんですけども、やっぱり設置の速さ、やっぱりトレッキングなんかでこうちょっと休憩したい、時間もあんまりないんだけど少し座りたい、もしくはなんか荷物を置きたいとかっていう場合ですかね、すぐに出してまた戻せる、これがすごく魅力的だと思います。もう使っててかなり稼働は気持ちいい感じです。束ねるとラチェットが押されてロックがフリーになるのですぐ縮まれる。あとはですね、まあ、収束の部分、まあ、これはファントムロックではないんですけども、こういったショグコードがついていて、片方にはリング、片方にはフックがついていて、まあ、簡単な仕組みですけど、くるっと巻いてホックを止める。まあ、スタッフサックなんかはないんですけれども、まあ、その方が荷物も減ってキュッときれいにまとめられる工夫がされています。ではですね、ちょっとザックに、ちょっとグラナイトギアのザックなんですけども、20リッター、ファティーグというモデルですね。こちらのサイドポケットにちょっとつけてみたいと思います。こちら小さい方の14ですね。まあ、頭を上にした方がいいですよね。実際使うと足が汚れてると思うんで、逆さまにして入れてみます。
17の方もですね。20リッターぐらいのザックで17の方でちょうどいいぐらいで、14の方はもうかなりコンパクトで、実際ギュッと突っ込むともうベルトの下まで行っちゃうぐらいですね。ちょっと浮かせてベルトに引っ掛けた方が安全なので、ちょっと上げなきゃいけないぐらいコンパクトですね。実際ショットビット、こっちは17ですね。あ、すいません。こっちは17ですね。こっちは17で、こっちは14。もうちょっと下まで入ります。かなりざっくり入れても、コンパクトになってます。じゃあ、ちなみに、キャプテンスタッグ、一応入れてみます。一応なんとか入るには入るんですけども、さすがにトレッキングにはちょっと、まあいけますけどね、ちょっと大きいかなと。こっちですね。あとは重量がこれ1キロあるんで、まあこれデイパックに入れてますけども、デイパックの中で1キロって言うと結構なお水の次ぐらい重たいものになってくるんで、やっぱりサイドにつけるとちょっとこう、まあ、バランスがそんなには良くないかなという印象です。やっぱりトレッキングに使うには軽量のモデルがおすすめです。はい、サイズ感こんな感じですね。はい、それでは以上ヒルサウンドの BTR2 のご紹介でした。ありがとうございました。